ビセンテ・マルティン・イ・ソレールは、バレンシア出身の18世紀の舞台音楽の作曲家。今日ではほとんど無名になっているものの、生前は、歌劇やバレエ音楽の作曲家として著名で、とりわけ、オペラ・ブッファの作曲家として、モーツァルトと並び立つ存在として、好意的に評価されてきた。近年になって、再評価が進みつつあり、歌劇の上演及び録音が行われるようになった。 ボローニャに留学して、ジョバンニ・バッティスタ・マルティーヌ氏に音楽を支持。最初のオペラ、騙された先生いるツトレ・バーラットは、ジョバンニ・パイジエットの、フラスカーティの、女らフラスカタナの改作であった。マルティー・イソレルはその台本をイタリア語から、スペイン語に改め、サルスエラ、マドリッドの女、または騙された先生らマドリレーニャ、オーエルチューター・ブルラドとして、1778年に、 マドリッドで初演を行った。1777年にナポリを訪れ、最初のバレエ音楽をサンカルロ劇場のために作曲する。この頃は、振付師、シャルル・エルピックの協力を得て、以下の4つのバレエダクションを作曲した。また、2つの中間的な性格のバレエも手掛けている。ナポリでは、宮廷脚本作家のルイージ・スリオの力を得て、2つのオペラセリア、 イフィジェニア・イフジニアとイペルメストライ・パーメストラを作曲している。1785年にウィーンに移り、ロレンツォ・ダ・ポンテの台本に作曲して国際的な大成功を収める。特に一家の一連のコミックオペラが特に有名である。マルティーン・イソレルはオペラ、チンジによってワルツ・オウィーンに取り入れた人物であるともみなされている。また、チンジのの場面はモーツァルトが ドン・ジョバンニの終幕の参考にし、戦律を引用している。さらに、モーツァルトは、ぶっきらぼうな善人の挿入曲としてありや、誰が知るでしょう。愛しい人の苦しみをと、私は行きます。でもどこへ、お1789年に作曲している。1788年に、ロシア宮廷に招かれて、サンクトペテルブルクに行き、エカチェリーナ2世の台本による、 不遇の英雄コスメトビチなどのロシア語オペラと、シェイクスピアのジャジャウマ鳴らしに基づく、礼儀正しい気まぐれ娘らコプリチョザカレッタや、村祭りラフェスタデルビラジオなどのイタリア語オペラを完成させた。サンクトペテルブルク在住中に、見捨てられたディドジドンアバンダニー、クッピドトップシュケアムールイサイキー、タンクレディタンクリード、ポリオルセイトの、 キカンデル・トゥールでポルアーシートといった数々の悲劇バレーを作曲した。1806年、ロシア宮廷作曲家に在職中に急成した。ありがとうございます。